現在プロ野球の監督の中で最も勝利を挙げている監督は巨人の原辰徳です。原は2002年から2年間、2006年から10年間、そして2019年から現在までの巨人の監督を務めているだけでなく、2009年には日本代表監督に就任し、世界一にも貢献しています。そんな原率いる巨人ですが、2022年シーズンはここまで苦しい戦いを強いられてきました。そこで話題になっているのが次期監督問題です。一体誰が巨人の次期監督になるのでしょうか。原巨人の低迷。2022年シーズンの巨人は開幕直後から順調に勝ち星を重ね、最大11の貯金がありました。ところがキャプテン坂本勇人の離脱、エース菅野智之の不調などがあり大失速。結局前半戦終了時点で45勝50敗1分けという成績に終わり、4年ぶりに借金を抱えたまま5位でシーズンを折り返す事態に。そしてチームが低迷するにつれて原に対する批判の声も大きくなりました。とある NPB の元球団社長は原が全権監督であることに低迷の原因があると言及。監督がチーム編成の権限まで握ってしまうと、外国人の獲得が不成功に終わってもフロントは責任を感じない。フロント主導なら現場は希望通りの選手かどうかなど厳しくフロントの仕事を評価します。フロントと現場は常に緊張感を保っていることが望ましいと思いますと語っていました。例えば日本ハムは球団がコーチ人事からトレード、外国人選手獲得、ドラフトまで一切を取り仕切り、監督は事後報告を受けるだけだそうです。さらに、程度の差はあっても、多くの球団がフロントと現場で分業しながら運営しています。原監督への権限集中は異様に映る。長嶋監督でさえここまでの権限はなかったのではないでしょうか。フロントと現場が互いの持ち場を守る関係に正常化することが巨人の立て直しへの第一歩ですと指摘。またヤクルトと西武で計8年間指揮を取り、4度の優勝、6度の A クラス入りを果たした廣岡達郎は、原辰徳には人を育てていく理念が見えないと語っていました。廣岡は巨人が三軍制を敷いているにもかかわらず全く機能していないと断言。支配下登録選手67人と育成選手35人を合わせて102人を統括するために1軍、2軍、3軍と振り分けてあるのだけれど、外国人選手を次から次に取ってきたら2軍、3軍に希望なんか持てないだろうと批判しました。廣岡は監督時代に一人のレギュラー離脱によってチームの戦力が極端に落ちないよう、絶えず各ポジションにライバルとなる控え選手を手塩にかけて育てたそうです。そうすることでレギュラー選手も安泰とならず、切磋琢磨して成長し、チーム力強化につながったと自身の監督時代を振り返っていました。実際、2022年の大失速の要因の一つは、チームの軸である坂本と菅野が離脱した時に2人の穴埋めをできなかったことです。さまざまな批判を受けている原は、2021年オフに契約を3年延長していますが、このまま低迷を続けてしまうと監督が交代になるかもしれません。では多くの公認候補がいる中で次期監督には誰が就任するのでしょうか。次期監督候補たち、最有力候補となるのは一軍の作戦兼ディフェンスチーフコーチを務める阿部慎之助です。巨人史上最強の捕手として現役時代も絶大な実力を発揮した阿部は、高橋由伸前監督の後任人事でも名前が挙がったほどで、球団からの期待は言うまでもありません。球団関係者は阿部について、非常に体育会系で厳しいため、それが今の時代に合うのかという面だけが懸念点と話しているそうです。しかし昨季2軍監督を務めた阿部のスパルタ指導を受けた阿部チルドレンが2軍から呼び寄せられた際は1軍で活躍した場面もありました。また
生え抜き巨人一筋というのも次期監督候補として大きな強みとなっています。他の候補として名前が挙がるのは桑田真澄投手チーフコーチと元木大輔ヘッド兼オフェンスチーフコーチです。桑田は昨季初めてコーチ補佐に就任してプロの指導者としての道をスタート。先発投手は中6日で9回135球と完投を理想とし、徹底的な個人指導にも当たった戸郷翔征がブレイクしました。ところがその他の先発陣がパッとせず、中継ぎ陣も崩壊、失点数は12球団ワースト1位を独走中で、現状では完全に立場を失っています。新聞記者出身で緻密な考えを持つとされる山口オーナーは、桑田コーチのような理論派を好むという噂もありますが、さすがにここまで結果を残せていないとなると、まだ監督の座を引き継ぐには厳しいのではないでしょうか。一方、元木コーチは現役時代にくせ者の異名で活躍し、原監督の第3次政権スタートに合わせて2019年に巨人コーチに就任。明るいキャラクターや SNS での生ライブ配信などサービス精神旺盛な一面が注目されがちですが、実は指導者としての評価は高い人物です。とあるスポーツ紙記者は、巨人コーチに就任する直前の18年にU-12 日本代表の監督を務め世界一に導いた。若い選手をやる気にさせる言葉力、行動力がすごい。SNS の生ライブ配信に練習後の選手が飛び入り参加するなど、選手らの信頼も厚く、現場から元木監督の誕生を望む声も出ていると語っていました。また現在は球団特別顧問になっている高橋前監督も次期監督の可能性が高い人物です。高橋は巨人生え抜き外野手として長年活躍し、2015年には代打で打率3割9分5厘と好成績を残しながらも、球団の意向で現役を引退して監督に就任。コーチなどの指導経験がないまま監督になったことで、当初はマスコミ対応などで批判を受けることも多く、3年間チームを率いたものの一度も優勝できずに退任した経緯があります。球団関係者は、甘いルックスとその人気にかけ、球団として引退を無理強いしてまで監督になってもらった経緯もある。山口オーナーもそのことを申し訳ないと思っているようで、いつか再び監督にという考えを持っていると明かしていました。他の候補者としては、指導者として非常に評判が高い新岡智浩二軍監督がいます。現役時代は右方向に伸びるスケールの大きな打撃と強肩を生かした大型遊撃手として活躍。怪我の影響で坂本に定位置を奪われ、日本ハムにトレード移籍しましたが、引退後は独立リーグ富山 GRN サンダーバーズの監督のほか、巨人で2軍打撃コーチ、1軍打撃コーチ、3軍監督を歴任しました。そして今季から2軍監督を務めています。テレビ局のスポーツ担当者は新岡について、2年連続2冠王に輝き、不動の4番として活躍する岡本和真は、大ブレイクした2018年に打撃コーチとして指導した新岡さんの手腕が大きいと語っていました。新岡は体の動かし方を言語化することに長け、教え方も丁寧で、選手個々の長所を引き出すのがうまいそうです。そのため厳しさの中にも愛情が感じられる新岡はいい指導者になるよと他球団の首脳陣が語っていました。現在も巨人に携わっている人物を筆頭に5人の候補者を紹介しましたが、最有力と言われているのは意外な人物です。意外な最有力候補、その人物とは、2021年までソフトバンクの監督を務めていた工藤公康です。選手としては西武、ダイエー、巨人の3球団で14度のリーグ優勝、11度の日本一を経験。またソフトバンクの監督として7年間で3度のリーグ優勝、5度の日本一に導きました。まさに優勝請負人の名にふさわしい活躍をしてきた人物です。選手時代の実績も指導者としての実績も申し分ない工藤。
ところが巨人の監督に就任するには大きな課題があります。というのも巨人の監督に就任するためには暗黙のルールがあり、次の3つの基準をクリアしなければいけません。1つ目は読売巨人軍の生え抜き選手であったものです。これは巨人の監督就任条件の中でも最も有名なものではないでしょうか。現役生活を巨人一筋で終えた選手でなければならないというルールです。他球団に入団してから FA やトレードで巨人に移籍してきた選手、また逆に巨人に入団したものの途中で FA やトレードで他球団に移籍した選手というのは、当然ながらこの生え抜き選手であったものから除外され、監督候補から外れてしまいます。工藤は西武に入団し、その後ダイエー、巨人、横浜とチームを転々としました。そのためこの条件を満たしていません。2つ目の条件は、現役時代に巨人においてエースまたは4番打者を務めたスター選手であることです。エースの定義は意見の分かれる部分とも言えますが、工藤は巨人でもローテーションの一角を占め、7年間にわたってプレーをしました。3つ目は、巨人監督となる前に他球団の監督経験がないことです。現役時代に巨人一筋というだけでなく、現役で巨人一筋であっても現役引退後に他球団の監督を務めた巨人 OB は巨人の監督にはなれません。これらの暗黙のルールを考慮すると、工藤が巨人の監督に就任するためのハードルは高いと考えられます。しかしあくまでこれは暗黙のルール。現代のプロ野球では FA やトレードが一般的になり、この条件を満たす選手は決して多くはいません。そのため巨人側が妥協して暗黙のルールを破って監督を選考する可能性もあるでしょう。20代目は誰か。現在巨人が低迷しているとはいえ、複数年契約が残っている原が監督を続けるのが一般的でしょう。しかし万が一監督が交代する状況になれば、ハードルがありつつも工藤が第一候補ではないかと思います。巨人は廣岡からも指摘があった通り、三軍制を敷きつつもチームの柱を脅かすほどの若手が育っていません。工藤は監督としての実績を残しただけでなく、同じく三軍制を敷いているソフトバンクで数多くの若手選手の育成にも携わってきました。そのため巨人の根本的な課題を解決するためには工藤が適任ではないでしょうか。今回は工藤を第一候補として紹介しましたが、誰が後任になったとしても次の監督には強い巨人を復活させてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。